よろしくお願いします。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 します。まず今のお気持ちを聞かせてください。はい。まあ、ずっと黙ってたんですけど、まあ、この試合が始まる前日、まあ、初日の始まる前日に、足首を靭帯3本損傷してしまって、まあもう出れるか出れないか、結構瀬戸際で、そんな中、まあ、残り自分が最終日ということで、時間が与えられたと思って、必死に治療をして、痛み止めだったりして、まあ、出場できるっていう形になって、まあ、出場するからには、やっぱ、怪我のせいにする気もなかったし、できる限りここに来ても、歩けないぐらいだったんですけど、普通に歩く下に長い靴履いたり、まあ、隠して出てきて、で、まあ、1回戦勝つことができたんですけど、まあ、そんなにやっぱ甘くないな、日本一甘くないなっていう印象です。試合中の痛みというのはどのくらいあったんでしょうか。まあ、本当は少しの痛みだったら、多分アドレナリンとかで痛みは感じにくいと思うんですけど、結構まあ、ついて少し動くだけでも結構痛みがあったんですけど、まあ、そんなことは言い訳にはできないんで、まあ、あとは、そう、言い訳にはしたくないなと思います。決勝が終わって、プレーオフまでの間、コーチからどのような言葉を伝えたか。まあ、決勝終わって、コーチと話す前にまず自分でもう終わった瞬間からプレーオフを切り替えて行こうって思ってて、まあ、それでコーチとその負けたことに関してどうこう言うよりも、まあ、次のプレーオフに向けてどういうふうな戦い方でやっていくかっていう話をずっとしてて、まあ、足がいつも通り使えない分、やっぱこう力上で勝負したり、やっぱ攻めが少なくなってしまうから、まあ、そういう部分どういうふうに勝ちにいくかを練ってました。ご自分の納得レスリングはどのくらい、何パーセントくらい今日できたんですか。まあ、自分が怪我しないで 100%、 怪我しないでできるレスリングが 100% したとしたら、もう 10% くらいだと思います。でもまあ、その中で出場できたことは本当に良かったって思います。まあ、この悔しさを糧に、あの次はどのようなことを、目標に変動を掲げますか。はい、まあ本当に自分はまだ世界選手権に出場したこともないし、まあ、出場して金メダルということが目標に、こうや近い目標でやってきたけど、まあ、本当にその分悔しいし、悔しいので、まあ、まずはしっかり怪我を治して、自分は目指しているものは、そんな世界選手権で金メダルではなくて、パリオリンピックで金メダルなんで、そんな目先のことばかりに考えずに、目先を見ていこうと思います。ありがとうございます。代表以上になります。ありがとうございました。はい、ご質問お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。NHK の清水です。まあ、その世界選手権のがかかったその大会とはいえ、まあ、その足首、ちょっと内回しですか、右足首です。右足首ですね。まあ、その棄権するという選択肢ももちろんあったと思うんですけれども、痛み止めを打って、それでも出場しようとしたというところは、どういう思いがあるんですか。やっぱり、その、まあ、世界選手権もかかっているこの大会だったので、簡単にその棄権という言葉は浮かばず、今までそのに向けて、その世界選手権の切符をまず取るっていうことを目標に、今まで12月終わってからずっとやってきたので、そんな簡単に棄権という言葉は頭に浮かばなくて、まあ、本当に先のこと、パリオリンピックのことを考えて、もし自分がその怪我がこのからの人生で響いていくのであれば、消えていう形を選ぶかと思うんですけど、まあ、でもまず怪我してから4日間っていう猶予があったので、
できることをまずやって、で、まあ、今日決めるっていう、今日の朝決めるっていう感じでもうやってきました。ご自分の中でこの優勝する自信っていうのはありましたか？まあ、やること、できることはもうやってきて、怪我してからもできることはもうひたすらやってきたので、まあ、自信、そうですね、まあ、怪我とか入院したじゃないですけど、自分の力で足が一本なかろうと、まあ、自信はありました。こういう結果にはなりましたけれども、この経験、今までしたことない経験だと思いますが、この経験に掴んだものっていうのはありますか？やっぱり、そうですね。まあ、この経験で掴んだものは、簡単に、まあ、出場したということで、簡単に諦めない気持ちもそうですし、まあ気持ちがあれば、まあ、できるっていうのを、まあ、学んだかなって思います。パリにつなげていけそうですか？はい、もちろんもうこれがあったからパリに行けて金メダル取れたって思えるように、はい、したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日の試合を通して、まあ、かなり距離詰めて、まさしい展開が多かったんですけど、これはやっぱりその足首の影響でそういうプランにしたのか、どういうふうな雰囲気だったのか。はい、やっぱタックルが自分の持ち味だったんですけど、まあ、それもいけないということで、やっぱ1点差でも2点差でも勝ってやるっていう気持ちでやったので、やっぱそうなると、まあ、ルールの勝負、交渉とか、そういう勝負になってくると思うので、やっぱ攻め、入れなくても攻めるっていう形は作れるので、タックル入らない攻めっていう自分の攻めるレスリングを、まあ、違う形でやったかなって思います。大学進学してから その練習環境とか、そのどういうふうに今どこでどういうふうな練習ですか？はい、まあ、東洋大学でもちろんやらせていただいて、まあ、自分の元の所属のアカデミーにも、お邪魔させていただいて、両方、まあ、自分に今必要な、練習ができるのをこう選んでやらせてもらっています。だから今コロナでいろいろ難しいと思いますけど、はい、アカデミーにも、まあ、でも練習はかなりやる。はい、はい、そうです。ありがとうございました。最後はいつどのような経緯で、怪我して、はい、まあ、試合、そうですね、この試合が始まる27日から始まったので、26日に、夕方練習してて、タックルに入ってこう上げ膝を正座の状態で上げてたんですけど、そこで後ろ相手がポンと飛んじゃって、で正座の状態でこういっちゃったので、ね、足がもうボキッていって、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。